genuine masterpiece. Yeah. Well, again, I hold on to this idea of authenticity, finding some originality. Rebel. Freedom. Komari-san. E. Edwin. 地に足をつけた生活も大切ですが、海に体を浮かせることも時には大切。だからみんなハワイが好きなんだ、きっと。泉が湧くところという名のハプナビーチでひらめきました。そう、旅は人生の浮力です。 JAL Get the fire Cause when I look inside my heart And I tell the truth to me。8人のアーティストが歌うファイヤー CD プレゼント。 Get the fire Cause when I look inside my heart And I tell the truth to me。 8人のアーティストが歌うファイヤー CD プレゼント。朝日奈美区の山本様まで。広島市民球場は4-1、ジャイアンツが3点のリードです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まず先手を奪ったのはジャイアンツ、細光則恵様。清水の先制のスリーランが飛び出しました。これでまず3点。さらに清原、コラーフォークを本当にうまく打ちました。今日先発の三沢、3回の裏ピンチを迎えます。しかし東出を三振、浅井を打ち取って、このイニングはピンチを切り抜けました。しかし意地を見せるこの広島カープ、ロペスのホームランで1点を返しています。これから5回の裏、広島カープの攻撃を迎えます。注目はマウンドです。三沢ではありません。2番手の柏田が上がりました。広島カープ打順は9番、ピンチヒッター浅山です。外小さん、三沢がこのイニングに勝利の権利を得るというところで2番手長嶋監督を送ってきました。まあ、そうですね、まあ、さっきの回非常にやはりカープの打線がですね、はい、少し捉えかけていましたのでね、はい、それを考えましたらやはり思い切って、まあ、左に上位打線で左が続きますのでね、はい、まあ、それも考えたんじゃないでしょうかね。ライトに上がっています。意外と伸びる、どうだ、フェンスに当たった、フェア、浅山一塁剣道を蹴ってセカンドも回った、三塁に向かう、三塁にボールは返ってきません。スリーベースヒット。5回の裏、広島カープピンチヒッター浅山が叩きました。キグレのエアリー条件が三塁上として送られております。ノーアウトランナーが三塁、打順は1番に入ります。ご覧いただきましょう。桐山さん、いかがですか、この当たりは。そうですね、ちょっとこすったような当たりに見えたんですけども、よく伸びましたね。スリーベースヒットになりました。ボールがやっぱり高いというのはよく飛ぶということですね。これそれが一つ原因ですね。さあ、ノーアウトランナー三塁になりました。1番に戻って木村拓也、そして衣笠さんはこの柏田へのスイッチというのはどうご覧になってますか。そうですね、確かにちょっとね、カープ打線がね、みんな芯に当たり出したんですよ、はい、おそらくベンチで見てて長嶋監督がやはり一番それがちょっと不安だったんじゃないでしょうかね、はい。野球って難しいなと思うのは、良かれとして出したらこうしてピンチを招いてしまう、非常に監督ってのは難しいですね、はい。大事を取ってやったはずが、ね、打たれてしまいますと、うん、なぜ変えたんだろうなってことを思われなきゃいけないわけですからね、はい。3点のリード、内野陣は前進は取りません。このケースはですね、あの前進守備して、はい、あの前進守備しますとヒットになる確率は増えますんでね、はい、もうサードランナーの1点はいいと、アウト
トを取らなきゃいけないっていう守り方ですよね、これ、ね、だからおそらくファーストサードの場合は本命投げると思います。はい、柏田いきなりのピンチ、ライトに上がった、タッチアップ体勢に入る、スタート、ホームイン、1点返しました、4対2、ジャイアンツのリードは2点と変わりました。外小馬さん、今の外野フライ、犠牲フライとなりましたが、どうですか？まあ、これはしょうがないでしょうね。しょうがないですか、まあ、よく言えば本当は内野ゴロでも打たせて打ち取りたい気持ちがあるでしょうけども、はい、この1点はしょうがないでしょうね、はい、むしろアウトを取っただけでもいいんじゃないでしょうかね、はい、まあ、ここで一番やっちゃいけないことはランナー貯めることですね。そういうことですね。ワンアウトでランナーがなくなりました、2番の東出。さて横浜スタジアム、横浜中日26回戦ですが、7回の表ドラゴンズは3人で攻撃を終了、3対2、相変わらず1点のリード。横浜もピッチャーを変えてきました、岡田です。これはしかし衣笠さん、はい、広島市民球場も横浜スタジアムもまだこれは勝敗分かりませんね。分からないですね、横浜球場の方は非常にゲームの進行がスムースですね。そうですね、はい、センター返し、もう一伸びありません、ツーアウト。1点は失いましたが、ツーアウトを取りました柏田です。ライト浅井、3番浅井、まあ、この1点5回の裏取られたことでジャイアンツとしてはちょっとベンチの中でゆっくり座ってるということはできなくなりましたね、はい、また長嶋監督がこの後どういう系統を見せてくるかも注目ですね、はい、西、清原と渡って3アウトになりました。しかし5回の裏粘る広島カープが1点を返しています。お知らせいたします。本日の勝利投手、リポビタン D、 ガシノマークの大正製薬です。お支払いはジャックスで、あれおしな、アイデンティティロスト、ちょっと待ってよ、アイデンティティロスト、持ってる手間、アイデンティティロスト、よく探せば、アイデンティティロスト、お預かりいたします。どういたまして、僕のアイデンティティ、ジャックスカード Something。 ゴーマリソン、広島市民球場は前半5回の裏まで終了しました。4対2、ジャイアンツが2点のリードを奪っています。強力ジャイアンツ打線、今日も3回の表清水のホームランで幕を開けました。現在200発打線まで、合計今日清水のホームランが出ましたので199本となりました。まあ、過去6回到達したチームがあるというこの200発打線、ジャイアンツもあと1本と迫ってまいりました。この放送解説はパーフェクト解説の外川芳郎さん、そして鉄人衣笠幸男さんのダブル解説でお伝えしています。
いやしかし園駒さん、やっぱりピッチャーの立場からしますと、もう誰を警戒したらいいのか、非常にこの精神的に消耗する打線ではありますよね。そうですね、非常にもう6番までは本当、まあ、2号か7番ぐらいまでですね、本当に長打力を持ってるバッターが多いですからね、はい、本当に気が抜けませんね。そうですね、まあ、そして衣笠さんね、はい、まあ、やっぱりこのジャイアンツ打線の凄さ、まあ、これがオーダーなんですけれども、まあ、これは本当に V 級時代を彷彿とさせるような、そんなそんな熱さです。確かに長打力という面では今の方があるかも分かりませんが、 V 級時代の打線ってのは非常に多彩だったですね。それぞれの選手が自分の持ち味を非常に大事にしてましたよね。そういう意味ではさあどっちがって言われると、やっぱり V 級時代の方が嫌ですかね。重量打線なんですけど脆い面もありますんでね、はい、確かにこのバントをきっちり決めるところは決めるというのは V9 時代はやってましたからね。で走るところで間違いなく走ってくるんですよね、はい、だから警戒された中で走ってくるっていうと、もう相手にとってはこれほど嫌なものはないんですよ。そうですね、カープのロペス選手が、さあ今日の広島市民球場はこれから後半に入ります。ジャイアンツのリードは2点、これからこのゲームなんですが、外駒さん、これは両チームとも2番手3番手以降のピッチャーの総見にかかってきましたね。そうですね、ですから、まあ、ジャイアンツサイドはですね、はい、今4点ですけどね、もう1点2点この追加点が取れないとですね、はい、非常にもつれる試合になりますよ、これは。そうですか、いやむしろカープの方が有利に動く可能性もありますからね、はい、まあ、キルガサさん、ここ最近ジャイアンツの若い中継ぎ陣がちょっと不安残してるんです。ちょっとね、やっぱりここまで頑張ってきましたんでね、はい、少し疲れが見えるなと、そういう感じはしますね。そうですか、だから今日のゲームこれからですね、次の1点をどっちが取るかですよ、はい、次の1点取った方がどうもゲームの主導権を握りそうな雰囲気ですよね、流れからしますと。はい、長谷川さん、はい、三塁側ですけどね、今ご覧いただいたように長嶋監督、今日はほとんどこの椅子から立ち上がりませんね、でダグアウトもね、昨日一昨日の連敗で非常にムードがね、今日は勝たなきゃいけないというムードでね、声もよく出てるんだそうですよ、はい、で昨日あたりは実はロッカールームに引き上げてくるとブラジル戦はどうなってるのみたいな話題も出たんですが、はい、今日はそういうオリンピックの話題も全然出てないということですね、やはり工藤がやはりアクシデントがあったために、そういうなんピリッとしたムードが今日はベンチにはあるようですね、で三沢なんですけども、はい、やはり試合前にその工藤さんのアクシデントで突然言われて正直びっくりした、で昨日打たれただけにね、はい、今日は翌日なんで抑えてやろうという気持ちになれて、内容的には満足しているということでしたね。ジャイアンツサイド TBS 松下健二アナウンサーでした。6回の表マウンドに上がったのは広島カープ山崎健、3番の浅井に変えて入ってきました山崎健です。この回は6番のサード江藤から、6月8本のホームランを放つなど大活躍しましたこの江藤です。一方8月はチャンスに打てないという時もありました。9月は6番に下がって5本のホームラン。衣笠さん、この江藤6番、はい、そして3番高橋というのは両選手にとって何か良かったみたいですね。そう思いますね、打線としてはこの方がスムースだと思うんですよね、はい、落ち着きも出てきましたしね、高橋選手の方が走れますしね、3番の方が敵に、ただね2番からずっと左が並ぶっていうことで、そうですね、左投手を投入されるっていうことがやっぱり長嶋監督の中にあったんですよね、3番江藤選手っていうのはね、はい、ただこの江藤選手も松井選手と一緒でこの広島遠征はちょっと元気がないんですよね。そうなんですね、引っ掛けるようなバッティングになりましたが落ちます。ノーアウトランナーが一塁。6回の表ジャイアンツの攻撃、さあ追加点のチャンスをこれから迎えます。ここから下位打線、新岡、杉山、そしてピッチャーの柏田です。新岡、まあ、ここで外駒さん、どういうふうにジャイアンツがランナーを進めてくるかですよね、下位打線に向かうんですが、ですから、まあ、新岡ですから、はい、エンドランもできるでしょうね、はい、
ですからこれを引っ張るんじゃなくてですね、はい、あのライトの方に右の方に打つバッティングしたら確率は高いんじゃないでしょうか。はい、しらりとバントの構え。山崎健は今シーズンこれが25試合目の登板です。ボールのキレはあります。ただここ最近は失点するケースも増えています。山崎衣笠幸代さんはどちらが先に点を取るか、その点を取ったチームが主導権を握るというお話。大事な6回の表です。ここまでは衣笠さん、はい、仕掛けてませんね。そうですね、ね、ここで考えられるとしたらヒットエンドランなんですよね、はい、バンドということはちょっとね、二岡選手の打席ですからもったいないなというところがあるんですが、はい、ただ空振りされた場合にね、非常に困るんですよね、はい、一塁ランナーの江藤はスタートの構えだけ。これで2ストライク取られましたから、ちょっとヒットエンドランというのは、そうですね、ツーエンド2になる平行カウントになるまでちょっと出せないでしょうね、はい、バッテリーにボールを投げる余裕がありますのでね、このケースは、はい、江藤が何かタイムをかけています、ね、あのサインをちょっと見るタイミングをしたようですね、はい、二岡追い込まれました。ファールボールにご注意くださいませ。外小馬さん、どうですか二岡のタイミングは。今まあスライダーですけどね、はい、右に打とうという気持ちですね、バッティング見ましたらですね、ですからやはり、まあ、さっき木村さんが言ったようにですね、平行カウントにしないことでしょうね。もうここで勝負した方が僕はいいと思いますね、はい、そうですか、ファールボールにご注意くださいませ。一塁ランナースタート、逆突かれた、江藤は掴む点を蹴って三塁に向かう、繋いでいきました二岡、ノーバウトランナーが三塁一塁、2エンド1から衣笠さん、走ってきました、強引に来ましたね、強引に来ました、やっぱりあのバッテリーがですね、ボールを投げるという素振りが全くなかったですよね。そこで強引にもうこれなら外すということは心配ないだろうという、そういう決断でしょうね。なるほど、普通ツーエンドワンですとね、外されるという危険性があるのでなかなか出しにくいんですよ、はい、でもファール2つしましたから、もうバッテリーが一切ボール球っていうものを意識してないっていうことでしょうね、はい、さあノーアウトランナー三塁一塁になりました。8番の杉山、
ショートはちょっと前にいますでしょうか。日野笠さん、この内野の守備体系はどうなんですか。そうですね、セカンドショートはダブルプレーを取る体制のようですね。中間守備ぐらいですからね。中間守備ぐらいですか、はい、でファーストとサードがホームですね、はい、だからこのケースのサードランナーはもうゴロの場合は突っ込まなきゃいけませんからね、ダブルプレーを取られるよりは、はい、外川さん、今の1球目はタイミング合ってませんでしたね。今スライダーですけどね、ですからここは本当は三振が欲しいですね。そうですね、はい、何としてでも。慣れたなっていうのはああいうタイミングですっと牽制投げますよね、はい、これであの一塁ランナーがですね簡単に走れなくなるんですよ、はい、非常にあの大事なプレーなんですね。ここは10年目の山崎健、2年目の三岡、当たりは痛烈ですが、しかしアウトカウントが一つ増えました。今のはね、江藤選手がよく帰りましたよ。帰れましたね、よく帰りましたね、なかなかあそこはね、帰れないんですよね、一瞬体重が前に乗りますからね、よく帰りましたね。先ほど木下さんがおっしゃったように、もうとにかく打ったら内野ゴロ、スタートを切らなきゃいけないという頭があるわけですよね、ラインもよく取ったんですが、しかし江藤もよく帰りました。ワンアウトランナーが三塁一塁、そしてピッチャー柏田の打順、ピンチヒッターを送ります。代打は後藤、おとといのゲームで2点タイムリーツーベースを放ちました。形はどうであれ、山崎健はワンアウトを取りました。そうですね、あのこの後藤がしかし嫌ですね、はい、ピンチヒッターでは本当に成功してますからね、はい、逃げてボールっていうのがもっと嫌なんですよ。そうですね、ここは、はい、非常にピッチャーつらいんですけどね、はい、出ますと打順は1番に帰ります。これでカープの内野は前進守備に変わりましたね。ワンアウト三塁一塁で前進守備、一塁ランナースタート、ショートセカンドがかなり前詰めてきましたからね、はい、左バッターということもあるし、ダブルプレーが取りにくいということですよね。なるほど、横浜スタジアムは7回の裏までゲームが進行して3対2、相変わらずドラゴンズが1点のリード。そしてこの広島市民球場も大きな山場を迎えています。今セカンドゴロでした。前進守備、ホームには投げませんでした、
ちょっとね、いや選手、まあこれはね選手のその時の判断なんでね、はい、違いに言えないんですけども、投げるタイミングでアウトにできたと思うんですがね、ダブルプレーを取れるという判断をしたんですね。ちょっと今のダブルプレーあの辺りでは難しいというのが正解だと思うんですけどね、はい、しかしその後はさ、6回の表貴重な1点がジャイアンツの方に入りましたね。そうですね、ピッチャーにしたら打ち取ったと思ったんでしょうがね、はい、2アウトでランナーが1塁、打順は1番に戻って西、ジャイアンツのリードは3点、これは大きいです、大きいですね、はい、現在ジャイアンツのマジックは2、次に出てくる投手がホームランを気にせずに攻めていきますからね、そういう点差ですね、3点ありますとね、ランナーさえいなければ攻めていけるっていう点差なんですね、はい、2点差ですと1本ホームラン打たれるともう1点差になる、もう昨日一昨日の悪夢が振り返ってくるんですよね、はい、おばさん、ピッチャーの心理っていうのは1点なんですが、それだけ違うもんなんですね。大きいですね、ですからもう前半の1点打ったらですね、さほどそんなに大きな点数じゃないんですがね、はい、まあ、これからもう中盤終盤にかかりますですね、この1点というのは2点も3点も匹敵するような点数になりますのでね、はい、特に5回の裏に1点取られて6回の表ですからね、はい、こういう点の取り方をやはり勝つチームはしますし、負けるチームってのはこれがものすごくずしっとくるんですよね、はい、一塁ランナースタート、ヒッティングが止まらない、センター前、ランナーを掴んでバスケット三塁に向かう、ツーアウトランナー三塁一塁、さあ長嶋監督が立ち上がった、ツーアウトから今走りましたね、走りましたね、先ほどから2エンド1で走ったり、ちょっといろんな作戦を仕掛けてきてますね、ここは。そうですね、はい、まあ、それだけおそらくベンチの中のムードも重いんでしょうね、松川監督、ここでピッチャー交代を告げました、3番ピッチャー広池、清水、高橋、松井、この辺りが続くところでサウスポーの広池を続けています、辰川監督、ジャイアンツのチャンスが続いています。電話代込みで一番安いのはもっと安い OTN、 もっと安い、もっと安いって、もっと安い、もっと安いのにな、もっと安い、もっと安い、もっと安い、 OTN 丸ごとプランなら電話代込み一月なんと400円、日本テレコムで OK、 値下げでもっと OK、アーバンブレイク S 新登場、マズダ、かわいい、スリ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 、スリスリ、やめろや、スリスリ、痛い痛いのよヒゲが、すいません、今時ヒゲはジェルで剃る、スベスベ、ヒゲ剃りギャッツビーシェービングジェル、剃れました、マンダム、広島市民球場は緊迫したムード、ツーアウトランナー三塁一塁、清水、高橋、松井です、バッターは2番レフト清水、マウンド上は広池が上がりました、24試合目の登板、防御率
ですがちょっと高いのが気になります。ただ外川さん、左バッターからすると変則モーション、ちょっと変わった投げ方のピッチャーですね、タイミングが合いづらいですね。でしょうね、非常にコントロールのいいピッチャーじゃないですけどね、はい、ボールは確かに速いです。さあ2アウトランナー3塁1塁、ゲームを一気に決めることができるかジャイアンツ。先制のスリーランを放っている清水登場。広池、一塁ランナースタート、三遊間逆スクラム、レフト前ヒット、三塁ランナーホームイン、一塁ランナーもセカンドキャンバスを蹴って三塁へ、もう1点追加、大きな大きな長嶋監督の笑顔もこぼれる1点追加、リードは4点。衣笠さん、はい、ここも一塁ランナースタート、スタートしてきましたね、左投手なんですけども、はい、もうこの回は非常に動いてきますね。動きますね、外川さん、三塁一塁三塁一塁が続きます。ピッチャー嫌でしょうね。嫌ですね、本当にもうこの攻め方されますとピッチャー嫌ですね、はい、ですから今もうマウンド上がってですね、本当にファーストランナーまで気がついてないでしょうね、もう投げることに精一杯という感じですよ。そうですね、さあさらに追加点のチャンス、高橋由伸、今日はヒット2本。どうでしょう、ちょっと力み見えますか、どっちかや割と、まあ、タイプ的に言えば力んでくるような投球フォームなんですがね、はい、まあ、それにしても一番大事な場面ですから、余計力んだら余計ストライク入りませんですね、はい、アウトカウントは2つ、しかし3塁1塁、高橋が1球見ましたね。そうですね、やはり先ほどの3球見てますとちょっとやっぱり待ってみようかなっていう雰囲気ですよね。打ってもいいんですよ、別にこのケースは。そうですか、はい、2エンド3になりました。この表情、衣笠さんどうでしょうか。
まあ、ちょっと球威にちょっと惑わされてるかなっていう感じですね。そうですか、ちょうどボールの出所がちょっと見にくいんですよね、はい、左打者にしますと。一塁ランナースタート、フォアボール、ツーアウト満塁、ツーアウト満塁です。こういうピッチャーってのはバッターにすると嫌なんですよね、ある面では、はい、どこへ来るか分かんないでしょ。だからある程度のとこを的を絞って打とうということがちょっと難しいタイプですよね。さあジャイアンツファンから大きな拍手で迎えられました。どうもタイミング的にもう一つだなっていう時に、昔王さんがよくおっしゃったんですけど、左ピッチャーの方が楽だっておっしゃったんですね。お、開かないで打とうという心がけで打席に入れるから、調子の悪い時は左の方が打ちやすいよっておっしゃったことがあったんですけどね。まあ、変に力まないってことでしょうね。そうでしょうね、選手はこの打席どういうバッティング見せてくれるかね。ちょっとずれました。でも今日のスイングの中では一番いいスイングですね。そうですか、はい、今のならボールを見て振ってますもんね。うん、今までのスイングよりは今日一番いいスイングのような感じしますね。さあ勝負、ツーアウト満塁、残塁。しかし6回の表ジャイアンツは貴重な2点が入りました。